イギリスではこれだけゴミ箱が少なければみんながポイ捨てをするでしょう。自分が出したゴミを持ち帰ることに慣れなければいけませんね。二つ目は、街灯がない道路や交通量の多い道に歩道がないのにもかかわらず、日本はとても安全な国だと思われているということです。私は真っ暗闇でつまずいたり、道路を歩いているときにトラックに轢かれたりすることが怖いんです。私としては安全だとはとても感じられません。三つ目は、暑いのにもかかわらず傘を差すことです。晴れている日に傘を使うことは変な感じがしますきっと日焼けしないようにするためでしょうね。イギリスでは、みんなが日焼けした健康的な肌になりたいと思っているので、イギリス人は、僕のような白すぎる肌を見ると病気のように感じますでも日本では美白が重視されていると聞きましたので、私はラッキーだと思います最後に、シニカルな冗談についてお話しします。私たちイギリス人は、友達同士の会話でさよならを言うときに、冗談で気をつけて家に帰る途中で殺されないでと言ったようなジョークを言ったりします。そんなことは絶対に起こるはずはないと信じていますが、このような態度はイギリスでは極めて普通です。または恥ずかしがり屋で無口な人にはたくさん話すね、元気だねと言って元気づけようとします。イギリスではブラックジョークや皮肉な態度が面白いとされています。しかし、日本人はこのような言葉を真剣に受け止めます私は日本人から日本語上手ですねと言われた時に、そうだね、当たり前じゃん天才の僕だからねと言ったら、反応がありませんでした このような態度で日本人のキーを何度か、悪くしてしまいました。イギリス人のジョークは、日本では通じないことが多いと感じます。でもそれがもっと早く分かっていたらよかったんですけど皆さんご清聴ありがとうございました。